エミリオジノセグレはイタリア生まれのアメリカの物理学者。1959年に汎用紙の発見に対してノーベル物理学賞を受賞した。写真家としても活動し、現代科学の歴史を記録した多くの写真を残した。イタリアのテボリに生まれた。両親は共にセファルディム。ローマ大学で工学を学んだが、 1927年に物理学に転じエンリコ・フェルミの下で学んだ。ドイツやオランダで、シュテルニやゼーマンと働いた後、1932年にローマ大学の助教授になった。1934から35年フェルミと協力して中性子反応の先駆的研究を行った。1936年から1938年まで、 パレルモ大学の物理学研究所の所長を務めた。ローレンス・バークレー国立研究所を訪れた後、1937年、ペリエと共にモリブデンにサイクロトロンで加速した徴用子を照射し、最初の人工元素としてテクネチウムを作り出した。テクネチウムには安定な各種は存在せず、放射性元素である。1938年、 セグレがカリフォルニアにいるとき、ムッソリーニ政権はユダヤ人を大学から追放する法律を成立させた。ユダヤ人のセグレはアメリカに残った。カリフォルニア大学に講師の職を得た。カリフォルニア大学でのアスタチンとプルトニウム239の発見に貢献した。1943年から1946年まで、 ロスアラモス国立研究所でマンハッタン計画のグループリーダーとして働いた。1944年にアメリカに市民権を得、コロンビア大学、イリノイ大学等で教弁を取った。1946年にカルフォルニア大学バークレー校に戻り物理学教授及び科学史教授として1972年まで務めた。この間、1955年に チェンバレンらと共に汎用紙を発見し、1959年ノーベル物理学賞を受けた。1974年にローマ大学に戻ると原子核物理学の教授になったが定年のため1年の任期だった。1989年カリフォルニアラファイエットの自宅で心臓発作により死去。ラファイエットの墓地に埋葬された。ありがとうございます。